この列車は特急スーパー白鳥15号函館行きです。次は木古内に停まります。今日も JR をご利用くださいましてありがとうございます。列車はこの先青函トンネルがあります。海峡線を進んでまいります。青函トンネルの全長は 53.85km。 津軽海峡の下を走る区間は立木海底駅から吉岡海底駅までの 23.3km。 海底からおよそ 100m 深い部分を走行してまいります。最も深い部分は海面下 240m で青と緑のランプが点灯しています。青函トンネルとその前後のトンネルがある82km の区間がすでに新幹線が走行できる規格で設計・建設されています。北海道新幹線は新青森・札幌間およそ 360km のうち新青森・新函館間の 149km が2015年度の完成に向けて建設が進められています。Ladies and gentlemen, you will arrive at the Hakodate terminal in
have a few minutes. Passengers changing to the Hakodate line, please transfer at this terminal. Please be sure to take all your belongings with you. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. お疲れ様でした。ヤフライ上磯間におきましての自動回路故障の影響によりまして、ただいま天国から1時間21分遅れて到着となります。お急ぎのところ遅れましたがご案内いたします。函館からの乗り換えの列車ご案内いたします。札幌行き特急スーパーフト21号は5番線から19時41分、札幌行き特急スーパーホプト21号は5番線19時41分、各駅停車、七重行き普通列車、桔梗中山方面、七重行き普通列車は1番線19時26分、